友達と言っても一個も乗らないで。お姉さんハーフ？私日本人です。まゆちゃんです。イエーイ。あのディズニー行きます。キックドッグが。ディズニー行くさ、そんな感じです。運転手さんが何しにディズニー行くのって聞かれました。ご飯食べに行くよって言ったらなんでって言われました。行ってきます。こんな感じで映る。もう見たままの感じ。うちの丸、ちょっと私昨日民税飲みすぎてめっちゃ切ってるんですけど。民税飲みすぎたの？さっき。民税飲みすぎちゃったんですよ。めっちゃパキリすぎて、ちょっとやばいんですけど、だから最初に言いましたもん、まゆちゃんに。もう指名をかけたらごめんなさい。その代わり私はジェットコースター誰も何にも乗れないんですよ。ジェットコースター。そう、説教系乗れないのに今日は何でもしてくれるらしい。そう、何でも乗りましょう。ディズニーシーなんですけど、行っちゃいましょう。タワーブテラ、そう、一発目にタワーブテラ、人生初やっちゃいますよ。トラックが見えてきました。トラックが見えてきました。イエーイ。もう見えない。もう見えない。あ、ズン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 。驚きの凍結しまくり、5連休が始まってしまいました。どうすればいいのって聞いたら、ついてきてって言われました。ありがとうね。あ、すごいかっこいい。かっこいい。わー、ディズニーシーだ。わーい。これもつけて。水色だわ、あなたは。あなたは水色。あ、かわいい。なんかリップの色と合ってる。うん。あ、ほんとに？こっちつかなくていいの？かわいい、なんか胸がドキドキしてきた。ありもしない高校生の青春の記憶を思い出して胸が苦しいです。こんな、なんかテーマパークの海を見ることはない。昨日光はもうなんか海偽物だろうね、これね。私起きたら今日ね、マイスリーでめっちゃパキパキだったんですけど、この感情だったら私めっちゃジェットコースター嫌いなのに乗れるなとか思って、今なら何でもいいよってまゆちゃんに言ってタワーオブテラーに乗ります。センターオブジアスで腰を抜かしたことがあるんですけど、もっと怖いよ。もっと怖いセンターオブジアスは危ないじゃん。もう死ぬかもしれません。最後の遺言、最後の遺言になってしまう。お気持ちは？ここホテルハイタワーにある怖いんですか？コレクションはすべてホテルの創立。私今めっちゃ飛ばされるんだけど。どうでしたか？だって、しくってなかった。私は笑いすぎて声すら出なかった。りくちゃんがやばくて面白かった。映えスポット、映えスポットで暑いんでって言ってます。暑いから後で。私は映っちゃおうかな。あ、はい、お待たせいたしました。お二人様でお待たせ。ごめん、バイバーイ。すいません。うよビール好きだよね。ビール大好き。すごいね。まゆビールなんか飲めないよ。女の子はビール飲めない子多い。まゆちゃんはあのひかるさんの YouTube に出てたじゃん。寛容になりなりましたね。寛容って何？ YouTuber に対してすごいなんか優しいというか。撮りたい動画あるの何も一発じゃねえよとか。提案マネージャー。めっちゃいい子すぎやん。まゆの口の中あ、ごめん。でもめっちゃおもろいね。なんかビール2杯目言おうとしたら、まゆちゃんが急に、ねえ、まゆの口の中見てとか言って、写真ダーンって見せられて、え、この人本当に新潟なんですよ、マジで。急に見分かんなかった。冷やしみたりする。めっちゃ重い。動画撮ってると思わなかった。だとしてもだろ。だとしても、急に口の中に写真やばい。大酒飲みていいな。いいよ。飲み切ったら、2杯目飲みます。ご飯来ないから。
ら暴れちゃおうかな。いいやん。キリンでも。キリンでも。キリンでもちょっと生ビール。キリンでももう飲み切ります。どこにしようね。何があってほしいとかある？飲んでかればそれでいいよ。任せろリス。失礼いたします。ご注文お伺いいたします。ビールとキリンレモンください。ビール生ビールかイタリアのビール生ビールで。はい、よろしいですか。かしこまりました。ご用意いたしますのでお待ちください。なんでリクちゃん面白い。の、の、の。自分のこの多動のところすごいですよね。しかもキリンビールって言いそうになっちゃって。両方頼んじゃった、キリン。普通に酔っぱらってます。飲んだらけど、飲んだらけど、カフェインしてるみたいな。いつまで飲む気？私は酒癖が機械値悪いです。間違いない。えりくちゃん見てると酒癖治る。みんなをね、我に帰らせてくそしね。やめてやる。もう来ない。あ、今日私は凍結いたしましたね。凍結して瓶に置きました。はい、そしたらまゆちゃんが休みの日なの、休日ウィログいいじゃんとか言ってきたけど、休みの日なんではなくて勝手に休みにしただけだって。うちらがね、そう、うちらが勝手に休みにしただけ。はい、そういう日もあります。はい、なので、1年間奈良入って一度も凍結しなかった。毎日仕事凍結ってか欠席しなかった。欠席しなかった。もう無欠。そんな時期もあったね。暑いよマジで。あ、私の顔よりでかい。顔よりでかい。気持ちいい。暑い。マジで。暑くないの？暑い。うん。すごい。めっちゃ頑張ったそれ食べる。この辺のパスタ、パムナス、パムナスみたいな味がするんだけど、うまい。ワインの味する。うん。ダイエットをうまくいってるとリクちゃんに邪魔される。現れてる。ちょい風だね。マジで伝えたいんですけど、私マジで全然まだ飲剤抜けてない。寝る前に飲んだ飲剤が、いや今日ディズニー行くっていうのはもともと分かってて、ただ明日遅刻しちゃうなーで飲剤を飲んだんです。朝まで飲みなくて逆効果。そう、ずっと飲み続けて、飲んだら飽きるだけ飲んでる。下から超早い。もちろんだから、もう心ここにあらず、間に合うと聞いちゃったもんね。連絡もなりました。勝手に準備しちゃう。怖いです。逆光じゃん。逆光だよね。こっちだったら皆さんにお伝えできるかなって。とっても素敵です。わー、これからどうしたオブジェアンズに乗るの。マリちゃんは髪がもそそらしい。これこっち、これこっち、かわいい。落ち武者さん。何が一番怖い？人生で。人生でジェットスキーが一番。ジェットスキーが。二番目は？あ、だよね、やっぱ。こんなん一番じゃないでしょ？これは見ない、見なければいいよ。うん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 。景色を見てしまったら。やばいんだけど、なんか風呂上がり？ディズニーシーマジ気持ちいい。人がめっちゃ並んでます。ここがいっぱいだったら私は自殺するねって言ったんですけど、いいよ。死ぬことが決定しました。今マユちゃんに、マユちゃんってマジで気使わないよねって言うんだ。気使わないのがむしろいいんじゃん。気使われるのすごい苦手で、気使っちゃう、気使われる。
しまして、おめでとう、おめでとう。今回の撮影の日はなんですけど、私この日本当に前日にマイスリー飲みすぎてパキパキすぎて記憶が何もなくて、まゆちゃん家についてちょっとさ下まで降りてきてほしいって言って降りてこさせて、そしたらなんか私がいなかったらしいんですね。でまゆちゃんは自分家の近くのコンビニまで探しに行ってくれたりとか一生懸命捜索してくれてるのに、私はその隙にオートロックを全部抜けて一人で部屋まで行ってて、まゆちゃんがりくちゃん見つからなかったって言ってしぶしぶお家に帰ってきた時に一人で遅かったねって言って犬抱いてたらしいです。ちなみにオーバードーズしようと思って飲んでるわけじゃなくて、なんか記憶飛んだ時に一人でたまになんか追っちゃってる時がありますけど、マジで普段1錠しか飲まないし、飲まないで寝る時ももちろんあります。皆さん真似しないでくださいね。ディズニー楽しかった。